平成ジャンプ井上が木曜レギュラーを務める情報番組目覚ましてレビフジテレビ系が4月4日に放送された。この日伊能のコーナー伊能ピクでは伊能とメンバーの有岡大樹とのツーショット写真が日表された。桜をバックに有岡が伊能の肩に後ろから寄りかかっているという仲良しショットで目黒川の近くでちょうど雑誌の撮影をしてて桜が本当に綺麗だったんで作日撮影してきましたと説明した伊能。目黒川といえば美しい桜並木が見られる花見の名所として知られており、毎年大混雑している場所でもある。三宅雅治アナウンサーから、これ目黒川でしょ、人すごくなかった、大丈夫だったのと心配さると、伊能おは意外と人が昨日はそんなにいなくてと明かし、スターが2人揃ってたんですけど、ぜ、無然騒がれなかったです。と冗談を飛ばす一幕も。視聴者からは仲良し写真可愛すぎる。私も、桜県に行きたいな、伊能ありって本当に仲良し。写真見ただけで癒し癒され。たこの二人の距離感すごく好きなんだよね。ほっこりするなぁと言った声のほか、ええ、目黒川行けばよかった。二人に遭遇したすぎる。事前に言ってくれれば、騒いでくれる人は大勢いるよ、ショー、とファンが大興奮していた。そして、今回伊能超ワロ。VTR の放送がなく、伊能がスタジオで聖ナレーションに挑戦し、世界のほっこりニュースを紹介するといういつもとは違う趣旨のコーナーが展開された。伊能基本的にワイプで登バスルーのみで、時折あ、噛んじゃったなどとお茶目なコメントをする場面もあったが、ファンとしては物足りなかった様子。放送後、ネット上で、わえ、これは伊能超なのか、拍子抜けしてしまった、ネタ切れしたの、手抜きだなと思っちゃった。伊能くんが忙しすぎたのかもしれないけど、これが伊能超っていうの、はちょっと微妙、と物議を醸すことに。伊能くんの声にほっこりした、伊能くんの新たな可能性を感じた。と楽しんだファンもいたようだが、伊能があらゆるスポットに赴きレポートをする姿が好評だっただけに、仕方なく取られた手段だったことを願いたい。福だまり。